あれ？どうしたのマスター？ニコニコ笑顔。何か楽しいことでもあった？君の幸せは僕の幸せだから、なぜ笑顔なのか教えてほしいな。おお、そっかそっか、バレンタインのチョコレートか。僕の餅チョコ美味しかったでしょ？今回はそのお礼ってことかな。あれ？でも今チョコもらったから、お返しのお返しのお返しで。まあ、いっか。そういえば、チョコをもらった人にはちゃんとお返しあげてるの？即お返しじゃないんだ。そりゃそうだよね。お返し考えないといけないし。でもそうなると、やっぱり期待されてる？大変だねマスター。美味しいチョコのお返しだし、頑張ろうね。僕もたまにチョコもらったりしてるから、ちゃんとお返ししなきゃなんだよ。そしてもちろんマスターにもお返しだ。てーい。でしょう。僕のうさ耳をコピーしたもの、ジークフリートのドラゴンセットみたいなものかな。ウサギは魔除けにも使われる由緒正しい生物だし、このうさ耳バンドをつければかわいいし魔除けになるし、最高じゃない？今すぐに。はい、問答無用。てい。うんうん、かわいいかわいい。僕の見立ては間違っていなかった。恥ずかしい？かわいいのに。さあ、そんなことよりひとまず更新だ。みんなに君の可愛さを見せつけよう。え？可愛さを見せつけるために更新しようと。そうだ！君は可愛い！さあ、ショーしてよ。街に出よう。君の可愛さを大アピールだ。きっとバフ 100%、 ターゲット強制変更、無敵、回避、ダメージカットくらいはついちゃうと思う。気にしない気にしない。さあ出発だ。でしょ？みんなで更新できて、僕はとても大満足だ。さてと、じゃあまた次の満月に。今度は服装もウサギっぽくしてみよう。
嫌なの？それなら仕方ないか。じゃあここで二人きりで君の可愛さをめでつつチョコでも食べることにしよう。